めちゃくちゃこれね使える、試合中でもかなり使えると思う。チャオ、元プロサッカー選手の宮中です。今日はねマーカーを使った一人でできる練習方法っていうのを紹介していきます。で、まあこの今日ね、まあ、前回もこういういろんなね、こうやってマーカーを置いて、いろんなキレを出すドリブルだったりとか、まあそういうね練習方法やっぱみんなあると思うんだけど、今日は引き技、聞いたことあるよねみんな引き技ね、ボールを引いて反対に押し出すとか、いい、まあこういう技、相手をね引っ掛ける、騙す、すごいね、すごい有効的な技なんで、まあ今日はそのね練習方法だったり、ちょっとポイントだったりっていうのを教えていくよ。そしたらまず僕左利きだから、まあ引き技のポイントとしてはやっぱりちょっとね V 字に引くっていうのかな、 L とも見えるし V とも見えるし、クでもいいしね、まあ今言った3つのね、ワードのねその形っていうのをちょっと頭の中に意識してみて、 OK？ 引いて反対に押し出す、まあ直角とかね引いてしっかりこっちに押し出す、 OK？ これがもう基本的に引き技の形になるから、みんなこれ覚えててください。めちゃくちゃこれね使える、試合中でもかなり使えると思う。プロ選手でもよく使ってる選手いっぱいいるから、まあこれをね簡単にできるね練習法やっぱ紹介していきます。今日はそしたら僕こっちにマーカーとマーカーの間にやっぱ細かくドリブルします。細かくね、細かくドリブルしてここ通ったら引いて、今みたいに V の字で OK、 また一緒、小さく細かく細かく引いて V の字 OK、 細かく細かく引いて V の字 OK、 細かく細かく細かくドリブル引いてドリブルする OK。 でこのさ引くのポイントなんだけど、例えば離れすぎてると引く力というか、引く力やっぱ遅くなっちゃいます。これ体伸びきってる時ね、すごい早く引けない自分の方向に、OK？ だからこの軸足の置くポイントね、まあ本当僕のね話って軸足めちゃくちゃ出てくるんだけど、だけどいろんなフェイントキックだったり、めちゃくちゃこのねボール触ってない方の足もすっごい重要だからね、この位置っていうのを置く位置っていうのを気をつけてください。で逆に近すぎると、はい、幅全然出ないからこれもまたダメだよね。いいですかね、やっぱりこの軸足の置く位置をよく気をつけてください。でまずは自分が引けるところにしっかり、まず引く練習、引く OK、 この練習してください。で次の意識、難しいのはこの中でやったら引いた時に体を今みたいに開くね、こうやって引いた時に体を開く、こういうことできないとダメね。この軸足でちょっとだけ耐えてあげてね、体をひねるっていうのがこれはすごい大事 OK。 でその時でも軸足に力が入ってないとなかなかひねれない、いい、なんで軸足ひねりOK？ でちょっと僕の場合はこうやった時に、わかるかな、今見えたのこの動き、ここ軸足べったりつけたんだけど、回る時にこういう感じね、母子球意識してここでやると、まあ前にもフェイントの時も言ったよね、インアウトの時かシザース僕が得意、あシザースじゃないわ、僕が得意なベイルのこのフェイントの時も言ったんだけど、かかと上げることによって動きがスムーズになる、ね、これもちょっと角度変えてあげるから、ついたままでこういうのとなかなか難しいから、ついたままでこの方がやっぱり動きってスムーズに、できるから、みんなもねやるときは引くときにちょっと今みたいに足をかかと浮かせる、そして方向を変えてあげるっていうのを、ポイントにちょっと練習してみてください。OK？ これでいい？軸足のポイント、ちょっとどうやって足首を、足首というか、軸足のこの方向だね。向きを変えてあげる。OK？ このことを意識してください。で、開くときにこっちの足も開くよ。難しいね。開くよね、自分の足でちょっと L を変えてあげる、これは左足ね、左足、右足はこういう回る、
自分の足を引きながら L または V を書いてあげるようなイメージやってください。 OK、 まあこれが基本的なこの練習法の、やり方です。で、あと一つ、もう一つ教えたいことありますね。この引き技で大事なのがやっぱ幅、深さ、これ深さって言うんだけど、じゃあダブルタッチの時も深さね、よく教えたんだけど、じゃあ行くよ。深さ出さない時のフェイント、これぐらいの深さ、深さ出す時のフェイント、これぐらい、ちょっと何が違うかなって分かるかな。まあ4回もう1回見てね、ゆっくりやるよ。これが深さ出ない時のフェイント、これが深さ出る時のフェイント。まあちょっと明らかに飛ぶ位置違うけど、じゃあ何をしてたかなって、まあもう一回映像で見てね、今から解説するんだけど、今僕がね2つと1つ目と2つ目何をやったかなというと、1つ目はここの軸足の位置ね、軸足の位置変えないで、今みたいにつま先回転、さっきと同じこういうこと、軸足の位置を変えないで、そのまま引いて反対側行ってたんだけど、こっち2つ目はこの状態からこっちの足をジャンプしてあげて変える。 OK、 こうすることによって幅深さがすごい出るから、まあ難しいって言ってるならこっちの方が難しい、ジャンプする方が、ジャンプしながら今みたいに方向変えるっていうのね。さっきはこの地面に足つきながらつま先かかと上げるってやったんだけど、こっちの場合はジャンプして方向を変える。難しいんだけど、例えば相手がまあ180とかまあそんなねないけど、小学生とか中学生でも180センチ超えるしね、足も長いね、逆取りたい時に足が当たっちゃったらね、もったいないと思う。これねすごい逆取るのにすごいいいフェイントだと思うから、いい、じゃあ逆取ると思った時に、じゃあ深さがなければ捉えてしまうんだったら深さ出してしまいましょうね、深さ出しちゃおうよね。そしたらその出し方っていうのが引いて押し出す。 OK、 でこれでこの時にやっぱこの引き足ね、この引き足も速くすることによって速い切り返しができるから、いい、こういうことも意識してください。一緒ね、一緒に引いて、ちょっとこの時は力をグッて引いてあげるようにパワー使ってあげてください。そうするとボールが速く引けるね。でここで速く引く、で後ろにちょっと軸足を持ってってあげるね。そうすることによって速く深い引き技ができると思うんで、みんなもねこの一人でやるマーカー、もう素人の初心者の方でも全然できるし、初心者の方でもあこっち行くよ、あ行かないっていうと、やっぱり相手騙すことすごいできるからね。また慣れてる選手たちはやっぱりこう引くと見せかけて、はい、そのスピード上げる、深さ取るっていう練習にもすごいなるから、また一からね、この引き技のね、練習っていうのをどんどんやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いします。